やだー、まあ、じゃあ、一応お面は、ゲットしたから、ちょっと待ってね、さっきの団員手帳をもう一回チェックして、双子のダンサーさんは、次の日というか、お昼の思い悩んでいた時間は、最終日には出てこないから、これに関しては、次の日だね。次の日にならないと、次の日じゃない、次の3日間の1日目じゃないと厳しい気がする。合ってる?ちょっとわかんないけど。では、続きまして、3日目の夜10時のマニアさんをチェックする。だね。よし、やってみましょう。なので、また、時を進めて、重ね歌と、逆さ歌の、ね、普通に戻すを使って、待ちます。よし、3日目の夜10時になりました。ので、マニアさんチェック。どうかな?どうかな?あ、ひらはーい。もうあかんよって特別セールしてまんのや。見ててな。今夜の掘り出しも盗みたて、ほやほややで、湯気が出るわ、マジで。ほんまは爆弾屋で売られるもんやけどな。ケチなすりが売りに来てん。ゴム袋、これや、こうたってーなーは、またこれに関してのコメントもまたあったのですが、それはまたのご紹介とさせていただきまして、それ以外は売ってないね。売ってないんだ。その、なんだっけ、なんか、拷問に使っていたお面みたいな、ちょっとお面が、マニアさんで売られてみたいなのっていうのは、じゃあ何かあれがあるんだね、条件があるんだね。この1日目だったら、2日目だったら、3日目だったら売ってるっていう、その日付のお話じゃなくって、じゃない何か条件があってここに売られるんじゃないかと想定わかんないけど一応想定しておいて、では、3日目のね、もう時間になってきましたので、ルピーだけお預けしていきまして、また1日目に戻すこととしましょう。さあ、戻ってきました。最初の朝なのですが、まずは、逆さ歌。いつも通り、逆さ歌を吹いておきましょう。そしてその後はアイテムチェックだね。では念のためアイテムチェック。大丈夫だね。消えてないね。コメンたちもね。で、今から行かなきゃいけないことをちょっと整理させていただきましょうか。まず、このカマロさんのお面を、お見せできてないから、夜お見せしてもダメだったのかもしれない。ちょっと悩んでる時間に行かなきゃいけないのかもしれないのが、それがまず一番だね。それがまず一番。と、500ルピーで売っているもの、おそらくマニアさんじゃないかなというのを、いつも探す。とりあえずそれはそうなのと、あと、動物楽団さんを探す。っていうところかなーなんだけど、動物楽団さんに関しては、全くね、どこを探していいやらといったところなのですが、まずはこちら、カマロさんのお面をお見せしていきたいんだけど、そうなると、これでちょっとチェックして、ローザ姉妹は、1日目のお昼って会えるのかな?会えないのかな?青い線のところは、ね、多分踊ってる時間だと思うんだけれども、ちょっとこれでね、パッと見た感じはわからないので、
とにかく行こうか、とにかく行こうか、鍋かまて。だよね、だよね、多分そうだと信じて行ってみましょう。どこだった、鍋かまて。いつも行けない鍋かまて。あっちじゃないしな、あっちじゃないしな、こっちかな。鍋かまて、いつも迷子になるんだよね。あ、ここだ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 。合ってるはず、多分。ここ入ってみましょう。あ、チェックイン朝8時からだって。あー、そっか。じゃあ、午前中というか、お昼のが終わるまでに行ければそれはそれでいいから、500ルピーで売っているもの探しと、もう一つ動物楽団さん探しはあるんだけれども、もう一つ、じゃあ別のヒントをいただいているやつ行きましょう。タルミナ平原で、タルミナ平原で、マコトのメガネをかけてみてください。で、イカアナ王国に向かってください。イカアナ川に向かってくださいっていうのがあったのよ。それが、なんかね、何それって思って。イカアナどこから行ったらいい？ちょっと待って、だから、イカアナを目指し、こっちイカアナ待って、あっちだっけ、こっちだっけ、違う、こっちイカアナだよね。で、誠のメガネでしょ。誠のメガネ。で、こう。ここはちょっと。イカアナってここ目指すんだよね。何危ない。で、何かいる？その、何それって思ってそのままなんだけど、特に変わりないよね、今のところね。イカアナに向かう。こっちイカアナで合ってるよね。合ってるよね。不安なんだけど、普段こういうところ側から出てこないから不安なんだけど、ここあ、でもこれってタルミナ平原、わー、タルミナ平原越えちゃったかな、かな。タルミナ平原で、あの、誠のメガネしなきゃいけないの。今ここってタルミナ平原扱い、イカアナ渓谷扱い。わあなた乗り込んでこれるんだ、柵。マップ、マップ。これは今、私は、どちらにいる扱い？できない。ちょっと。リンク選べない。あ、でも、イカアナ渓谷の扱いじゃないね、今。今ここきっとね、クロックタウンの扱いだ。ということはまだいいんだ、こっちで。こっち側かな。ね、ちょっとパッと見つけられなかった。エポナ呼んでみようか。ね、なんかもうタルミナ平原越えてしまってるみたいな気がして。わあ、そんな近くにいたの、あなた。危ない。で、ちょっとここ乗り越えてみる。危ない。ちょっと。ぐるぐるしてる。エポナごめん。ちょっと、いい感じになって。あ、違う。いまだにさ、エポナのさ、あの、乗り方っていうかさ、うまくならない。よし、こうして、まだ大丈夫だよね。時間あるよね。あの、夕方になるまで、夜になるまでは。よし。で、ここも、その扱いなら、わかんないけど、一旦ここでもやってみるべきだよ。こうして、で、こうして、別に特に、あの奥にいる人は、普通に存在する人だし、特に何事もないよね？ないよね？特に何か、新しく見えるものだったりとかもないよね。なんか岩の上にチラッと見えるけど、でもあれ壺だもんね。多分、これなくても、壺っぽいもの見えるから、それではなさそう。
となるとちょっとエポナ、ちょっとエポナお願い。でこっち、ちょっと危ないな危ないな危ないな、えいえい、ちょっとごめん、うわーすごい無理やり。でここで、ここもまだタルミナ平原扱いかな。こうして、特に今のところ何事もない。何なんか変な音した、なんか変な音したよね、ビューンって言ったよね。なるほど、ゴシップストーンがこの爆弾に巻き込まれて飛んでいっちゃったんだ、きっと。びっした。ここはもう墓場になってしまうから、ここではない、ここは陶器がない。で、危ないな、ずっと危ないな。で、ゴシップストーンには後で話しかけるとする。この辺りないね、特に変わりはない。ちょっと待って、待たれよ。見た、伝わる、いたよね、今人がここにいたよね、いたよね。ここからさ、ほらー、いた。あ、こっち来て会ってたんだ。手振ってる。しゃべれる。え、まさかそんな、驚いたな。話しかけてくれたのは君が初めてだ。もう何年も手を振って助けを求めているのに、みんな無視して通っていく。おいら石ころみたいに影が薄いから、もう慣れているけどね。お願い、石ころでも元気になる薬おいらにくれない？かしこまりました。なんか特殊なものなのか、でも今お薬何も持っていないから、一旦やめる。石ころ兵士シロウくん、ライン手帳に書き込んだ。消えちゃった。ということはすぐ近くにさ、お薬売ってるね、なんとかザッピーさんがいらっしゃったから、このままちょっと進んでみようか。間違えてしまったね。ここは、ちょっと待って、ここは、お面をつけて、ガロさんのお面をつけて、いいのか、ガロさんのお面つけなくても、フクロウさんで飛んでいけばよかった。こうして、フクロウさんの、お歌がカアナケエコクに飛んででいいかな。あ、待って、お金が足りない？もしかしてお金が全然ないかもしれない。お金全然ない。あ、妖精さん出てきた。バタバタしてる。じゃあちょっと葉っぱ切ってでもいいかな。ね、500ルピー使ったりとかっていうのが、ね、ありそうだからさ。間違えちゃった。こうして、ね、まだ、ね、朝の8時だから、まだ夜になるまでも時間あるし、ちょっとこうやって、ルピー、溜まるかな？なんか溜まりそうにないな。あんまりここうろうろしてたくないしな。え、戻るしかないか。戻るしかないのか、クロックタウン。いやん、仕方がないの。クロックタウンの西、戻ってきました。ここで、ルピーを下ろしていきましょう。ルピーを。50ルピーいる？いるかな？あった方が安心かな。ね、いっぱい持ち運べるし、いいか。50ルピー下ろしていきましょう。で、ここに帰ってきたということは、雑貨屋さんで売ってるよね。多分ね、雑貨屋さん。雑貨屋さんで確かお薬売ってたような気がするんだけど、それでいいかどうかはちょっとわかんないけどね。して喋る。いらっしゃい、何探してるの？店主と話すじゃなかったね。何
力がないならこれが効くで。空き瓶ないと売られへんけど。シコロでも効く。体力が弱っているならこれやね。空き瓶ないと売られへんけど。でも兵士さんだから体力かな。ねえ、これにしてみようか。赤い薬1杯30ルピー買ってみましょう。で、これを持って、イカーナ渓谷に行かせていただきましょう。喋る。まさかそんなは、同じく。石ころみたいに影が薄いから、慣れているけどね。元気になる薬、おいらにくれない。これで、どうでしょう。あ、それかな？合ってる？さてさて、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。